今回のパリオリンピックの試合会場でたびたび目撃され、閉会式にも出演するという噂が広がっていたハリウッドスターのトム・クルーズさんが期待通り現地時間2024年8月11日に行われた閉会式に登場。代表作、ミッション・インポッシブルさながらの演出で会場を盛り上げました。写真107枚かっこよすぎ トム・クルーズが映画さながらの演出で空から登場した瞬間を見るトム・クルーズがパリ五輪閉会式に空から登場映画ミッション・インポッシブルさながらの演出に大盛り上がりパリオリンピックでさまざまな競技を観戦する様子が目撃され閉会式にサプライズ出演するという情報がアメリカのメディアなどで報じられていたトム・クルーズさんが期待通り閉会式に登場しました 閉会式が始まってから約2時間半後、2028年のアメリカ・ロサンゼルス大会への引き継ぎセレモニーの曲が奏でられると、スタンドの屋根の上にトム・クルーズさんが登場。会場全体から歓声が湧き上がります。すると、トム・クルーズさんはそのまま屋根から飛び降ります。見事なワイヤーアクションで華麗に飛び降りる姿は、まるで映画、ミッション。